表現するってのが結局音楽にしても芸術にしても、あるいは人間が生きてることにしても、生きてるってことは何かを喋ってる、表現してる、心で感じてることだと思うから、それがなくちゃ音楽をやってる意味はないんだけれども、で何か求める、でもまあこれ楽譜音楽と唱えるならば、ここに力はないわけですよね。これを書いた作曲家に力があるわけで、それを弾く我々に力がある。どういうふうな躍動感で感じてますか？タンタンターンなのか、ランタンターンなのか、ランパンパーンなのか。威厳の時にどちらの上の音なのか下の音なのか、どちらの方が音楽的により重要なのかってことを考えて、肘の位置を決めるのが僕はいいと思う。